ウルフズ・インザ・スローン・ルームはアメリカ合衆国出身のブラックメタルバンド。略称、ウィドル。ポストメタルグループの一つで、ウィーバー兄弟のプロジェクトとして発足。アンビエントミュージックを加味した、長尺な楽曲を特徴とする。2002年、バンドのコンセプトを抱えていた姉さんは、ウルフズ・ウィンザ・スローン・ルームと、ブラック・ティーの2曲を書き上げる。あるインタビューによれば、 この2曲は、ギフォードピン小国有林で行われた、環境保護団体アースファーストの集会に、彼が参加した際に書かれたという。2003年、ウィーバ、兄弟は、オリンピアの郊外にあるカリオペイという、荒れた農場へと拠点を移す。この年から、バンドの正式な活動が始まる。同年冬、バンド初のセルフタイトルでもレコーディング。 翌年リリースされる。戦術の2曲はこのデモに収録されている。2005年、セカンドデモ、2005デモを発表。全3曲52分、うち1曲は26分弱もあった。2006年、ワシントン DC に存在するレーベルベンドレス、レコーズから、ファーストアルバム、ダイアデムオブ12スターズをリリース。同年暮れにサザンロードレコーズと契約。 2007年、セカンドアルバム、2Hunters をリリース。デメルレコーディングスから、国内版がリリースされ、日本デビュー。ボーナスディスクとして、デモ、2005デモの音源が、追加収録されている。イエズとの US ツアーを行う。2009年、EP マレボレントグレインを発表。サードアルバム、Black Cascade をリリース。国内版は、 デメルレコーディングスからリリースされ、ボーナスディスクとして、マレボレントグレインが収録された。2011年、フォースアルバム、セレスティアル・リネージュがリリースされ、各音楽誌で高い評価を受ける。彼らは、スカンディナビアのブラックメタルバンド、ドゥームメタル、ダークアンビエント、クラストコア、民族音楽からの影響を公言している。また、バンドは、 影響を受けたバンドとして、ニューロシスを重要なバンドに挙げている。なぜなら彼らの音楽が、深く、そして強く神話的な次元で作用するからだという。また、ポポル・ブーのようなシンセサイザーアーティストも、音楽的影響として挙げている。ウルフズ・イン・ザ・スロー・オン・ルームの音楽は、エコメタルだとか、アストラル・ブラック・メタル、カスケーディアン・ブラック・メタルなどと形容されることが多い。 ウルフズ・イン・ザ・スローン・ルームの出現によってカスケーディアのブラックメタルを意味するカスケーディアン・ブラックメタルと呼ばれる一派が現れることになった。彼らはコープスペイントやステージネーム悪魔的な図像といった伝統的なブラックメタルの要素のほとんどを拒んでいる。アーロンはブラックメタルについてウルフズ・イン・ザ・スローン・ルームはブラックメタルじゃない。いや、 もっと正確に言うなら、俺たちは、ブラックメタルを、俺たちの言葉で、そして俺たちの論理でプレイしてるのさと語っていると、同時に、ブラックメタルは、根本的なレベルで現代精神を批判する、芸術活動なんだと思う。現代の世界観は何かを見落としているんだ、という具合に、とも述べている。また、姉さんは、ブラックメタルについて、ブラックメタルが孕む深い悲哀は、 潜在意識の深層領域で私たちが絶望する、決して戻ることのできない神話的かつ牧歌的な世界への意図に他ならない。と語っている。バンドは普通ブラックメタルが扱っているようなテーマを超えたところにあるものをテーマにしている点でも有名である。例えば、急進的な環境保護やバイオダイナミックの方法、自然を根拠にした神秘的世界観の喪失などである。 バンドの歌詞のテーマは、目白く、変化、現代社会が失ってしまった、自然界との結びつきに焦点を置いている。ウィーバー兄弟は、カリオペイという農場で完全な自給自足生活を目指して生活している。ちなみに、カリオペイとは、ギリシャ神話の女子詞を司る女神のことである。アーロンの妻はここカリオペイで、有機野菜の栽培を行っている。 現代の大部分のメタルバンドとは対照的に彼らはいつもヴィンテージアンプやそれに準ずるようなレコーディング機器を用いている。あるインタビューではルーピングやドラムトリガーのような現代的なレコーディング技術を嫌をしているとも語っている。しかしエレクトリックギターを用いて演奏することの矛盾を認めてもいる。AB オフィシャルバイオグラフィー wittr.com 2012年2月29日閲覧 ABCD Hopper Jessica Back to the Land with the Wolfes Chicago Tribune May 15 2009 Retrieved 2011年12月24日 AB Grow Calling Wolfes in the Sloan Room CMJ New Music Monthly Issue 139 p15 リトリーブド2011年12月24日アンインタビューウルフズインザスローンルーム S スアーロン・ウィーバーブルックリン・ビーガン2012年2月29日閲覧 w o l v e s i n t h e t h r o n e r o m a l v u m n e a r s c o m p l e t i o n t h e g a u n t l e t c o m 2011年7月11日、リトリーブドオン2011年7月11日、ストジ、ブランドン、ピッチフォークレビューズ。2011年9月23日、閲覧。ホッパー、ジェシカ・ウルフズ・イン・ザ・スローン・ルーム、イッツ・オーガニック・メタル、シカゴ・トリビューン、メイ15、2009、P13 マスコンダー。ニコラエトール、ヒディアス・グノーシス。 クリエイトスペース、ISBN 978から14億5057万2163、p 1 0百九ブレンナー、デイブ、イヤースプリットコインパウンド。2012年2月29日閲覧。ラビッシンググリムネス。ヘイルズホーンズ。2012年2月29日、閲覧。ブラックメタル、オンゼアオンタームズ。 アルティメットメタル2012年2月29日閲覧インタビューウィズ・ウルフズ・イン・ザ・スローン・ルーム S.R. ロムウィーバーブルックリン・ビーガン2011年12月5日閲覧トゥーハンターズ付属ライナーのオーツ・ハット・アンソンマシュー・グラント・イヤー・イン・レビューザ・ベスト・コンセルト・オブ2011ザ・コペンハーゲン・ポストディセンバー22011 22 リトリーブド2011年12月24日、ラトリフ、ベン・ザ・ウィーク・アヘッド名24名30、ザ・ニューヨーク・タイムズ。メイ24、2009、リトリーブド2011年12月24日、クリスチャン、サディアス・ボルケーノズ、スペース・パイレーツ、ウォーク・ザ・プランク・ウィズ・エイリアン・メタル・ミュータンツ、ポートランド・マーキュリー、ジューン1・2006、 リトリーブド2011年12月24日、ヒーザンハーベスト。ウィドルインタビュー2012年2月29日閲覧。ストジ、ブランドン、ショーノーマーシー。ピッチフォーク2011年12月24日、閲覧。ザ・ビルボード・グリーン・1 0アンド・ワン・ツー・グロー・オイン・オーガニック・ソイル・オブ・コース。ビルボード、エイプリル11、2009、P20。 リトリーブド2011年12月24日インタビューウィズ・ウィドル2006ノクターナルカルト2012年2月29日閲覧ありがとうございます